佐古具。清水選手が佐木古具ですね。さあ、インナー来ました。コンマ3球。近い。さあ、対する、エドワード選手が、1.35 ですかね。清水選手先行の501スタート。さあ、95取ってきました。さあ、下につけて19にスイッチ。さあ、45点取ってきましたね。さあ、96点。徐々にスイッチが決まりだしてきましたね。まあ、1投目をね、庄司選手は上につけたい夜角ですよね。清水選手は、これ、どちらかって言ったら、上につけるより下につけた方がいいダーツの感じですね。さあ、ここに決めると140取ってきます。そして上がり目出してきました、エドワード選手。さあ、トリプル絡めて121残り、対する161。ブル。さあ、ブル決めて96残り、ナイスアレンジ。さあ、そして清水選手、ブル20、どちら行くか。ブルから行きました。外して20に戻る。17行ったんですね。そしてナイスアレンジ狙ってるところ、決まらずですね。さあ、20から。さあ、16、20。さあ、そして51で58残り80。これはダブルダブル、もしくは60。さあ、アレンジ決めてサイドから20ダブル決める、ナイスダーツ。いや、見事にトップ決めてきました、清水選手。先行のゲームをキープスタート。いや、清水選手も堅実なダーツしますからね。さあ、対するエドワード選手、いやー、140、流れるようなリズム。さあ、140スタート、庄司選手。さあ、スイッチ決まりだしましたね。フォルクス選手の19へのスイッチが決まり出せば、
これは安心しますよね、庄司選手としては。さあトリプル、100返してきました。いい角度で刺さってます。来そうですね、絡んできた。あっと、これは100じゃないですね。さあ341、これで上がり目が出せなくなりましたね。いや、清水選手も堅実なダーツで迫ってきてます。さあトリプル決めた、もう一本、そしてもう一本ですね、サイドから。あ、これは枠収めたかったですね。さあ清水選手241残り。いやー、140決めてきました。プレッシャーかけます。さあ17からトリプル決まったら18、ダブル、トリプルダブル、見事フォルクス庄司エドワード選手先行のゲームをキープ。さあ清水選手先行の501。スティールダーツうまいですね、清水選手。さあトリプル絡めてきて、さあ361残り、清水選手。さすがね、この2試合ここまで勝ち上がってきている清水選手、堅実なダーツしてますよね。あ、ここでロースコアですね。追いつくチャンスですね。いやー、すごい角度で刺さってます。140お見事、フォルクス庄司エドワード。さあここもトリプル絡めてくる、もう一本ですね。18に行きましたね。いい角度で刺さってるんでね、本当に ぶつけたらこう60入るようなダーツをフォルクス選手投げてきてますね。さあ上がり目作ってきました、清水選手136 60、19、20、20。ああ、これは弾かれて1に行って95残り。さあ19、20、あ、ブル、19ブル、そして20トリプル、ブルでナイスアレンジ。さあ20からですね。17トリプル、そして14トリプル、
決める残にアレンジ、ナイスアレンジ。いやーナイス、しっかりと20からのダブルを決めてきました。これでフォルク選手ブレイクですね。清水選手も迫ってはいたんですけどね、フォルク選手がダブルをしっかりと決めてきました。さあ123点、いやホルク選手こうスピーディーなリズムで本当に安定してます。さあ対する清水選手、ここは後がないのでブレイクバック来た、止めてきました。さあ下に行かない19、トリプル決めて上がり目出せず。さあ清水選手、さあ178、18、20ってとこですかね。そして18トリプル22、20いきましたね。まあそこはね好き好きなんですけど。さあここで上がり目出してきました。さあ19、20ってところですけど、20からいくのか、20向いてますね。さあ20、19からですね。あ20いくんですねここ。さあそして19トリプル、もしくはあどこ行ったんだろう、19トリプル15トリプル、77、あそうですね、ニッパーでってことですね。さあ16、20、16アレンジでトップ残り。さあ17トリプルからの、いや63。さあここしっかり決めたい。3ダブル、あこれで清水選手がチャンス来ましたね。やはりこのダブル本当に大事です。さあ丁寧に外から、うわここも決まらない。さあアレンジし直すか、し直さない。これ西哲平の時と似た感じの展開ですね。あ西哲平との、フィードプレミアムリーグの時のですね状況に似てます。さあここ大事な10ダブル、いやー下から、いやー決めてきました。ナイス3ダブル、難しいダブルを決めてきました。清水選手もったいなかった。